自由のマインクラフトパート161。本日もマインクラフトを進めながら雑談をしてまいります。本日もマインクラフトにおいては、拠点の建設を進めてまいりますが、本日はですね、もう少し早い時間に動画を公開できる予定だったんですけども、気づいたら2時間ほどこたつで寝てしまっておりまして、また遅い時間になってしまいました。今後はですね、なるべく早い時間に動画を公開できるように努力してまいりますが、では、前回の動画にいただいたコメント、ご質問にお答えしてまいりますと、まず、前川喜平さんと米山隆一さんのコラ画像で一番面白いと思うのはどれですかとご質問いただいておりますが、こちらですね、コラ画像を見たことがないので、お答えできません。こんなとこでしょうか。さらにですね、今期の注目アニメで見ていたり気になっている作品はありますかとご質問いただいておりますが、そうですね、今のところ気になっているのは、ガンダムの水星の魔女、あとはブリーチとうるせえ奴ら、スパイファミリー、あとゴールデンカムイといったとこでしょうか。こちら一通り見終わってから、違いますね、一通り放送が終わってからですね、見る予定になっております。さらに、グロい系は大丈夫ですかとご質問いただいておりますが、そうですね、こちら積極的に見たいとは思いませんが、見ても体調が悪くなるようなことはございませんので、大丈夫なタイプだと思います。現状この、ロシアのウクライナ侵攻において、動画や写真などの確認も進めておりますが、そういった中で、どうしてもですね、いわゆるそのグロいような画像動画もございますけども、そういったものは一応見れております。さらに、鳩山由紀夫さんの普天間移設は最低でも県外との主張に対して、日本国民を騙したなどとの批判はおかしいんじゃないかとご質問いただいておりますが、そうですね、こちら鳩山さんの何と言えばいいんでしょうか。政治的な、政治的だけじゃないかもしれませんが、政治的な無能さが露見するまでは、正当な批判だったのかなと思いますけども、今となれば無能すぎて、いい加減な主張を行っていただけだと思われます。ただ、鳩山さんの無能さを分かっていながら、それを止めなかった当時の民主党の関係者は、国民を騙したと言えるのかなと思われます。こんなとこでしょうか。さらにですね、アメリカの民主党と、アメリカの共和党と民主党、どちらの政党が主導権を握った方が日本にとって良い結果になるかとご質問いただいておりますが、そうですね、アメリカにおいては共和党のトランプ政権から民主党のバイデン政権に、政権交代が起きておりますけども、日本に対する政策というものは、今のところほとんど変わっているようには見えません。ですので、どちらかと、いわばですね、例えば民主党のオバマ政権などの問題を見ておりますと、どちらかといえば、共和党の方がいいのかなと思いますが、ただ、ならず者国家への対抗という視点で見ますと、現状、共和党の支持者がですね、支持層がアメリカ政府に対して、ウクライナへの支援をやめろ的な主張を行い始めておりますので、台湾有事、日本有事の際に、どうなるのか、正直ですね、心配なところもございます。さらに、
日本のどのようなところが好きですかとご質問いただいておりますが、そうですね、まあ、好きなところと言いますと、まあ、これは海外に旅行に行って感じたんですが、まあ、やはり治安がいいところとですね、まあ、街がきれいなところ、また、まあ、水道水が飲めるというところでしょうか。まあ、海外ですと水がまず安全ではないため、そういった水で洗われているであろう、まあ、生の食材がまあ怖くて食べられなかったり、まあ、さらに食器などに関しても、まあ、特に濡れているような場合は警戒をしなければいけないようなこともございますけども、まあ、そういった心配がなくですね、まあ、生活ができているという時点でありがたいことなのかなと思っております。さらに山際議員が自民党のコロナ対策本部長に就任したことについてでございますけれども、私は特に問題視はしておりません。まあ、この山際議員、まあ、特に違法行為も不法行為もないのに大臣を辞任させられており、まあ、自民党側としてはまあ納得していないんじゃないかと思っておりますが、まあ、こういったまあ政治家のまあ、今回の場合問題と言っていいのか分かりませんけども、まあ、政治家としては、まあ、少しでもですね、選挙の際に投票してもらえるように、まあ、様々な集会に関しては、まあ、自分自身であったり秘書などを、まあ、参加をさせて、まあ、顔を売るという行為をですね、まあ、続けておりまして、まあ、そういった大量の集会などに参加をする中でどこに参加をしていたのか分かりません。記憶にありませんというのも、まあ仕方がないのかなくらいにしか、私は思っておりません。さらに、韓国のハロウィン事故に関して、喜びのコメントを残している方についてどう思いますかとご質問いただいておりますが、そうですね、まあこちら、まあ、端的に言ってひどいと思います。まああのような雑踏、雑踏事故に関しては日本も含め、まあ、世界でですね、まあ、今も何度も発生しており、まあ、基本的に警察など、まあ、警備側に問題があることが多いんですが、まあ、批判するにしても、まあ、韓国の警察に問題があるといったまあ内容の批判にとど、まあ、めるべきなのかなと思います。まあ、あれはまあ簡単に言えば災害ですので、まあ、どの国においても起こるような災害で、ああだこうだとおかしな批判を行った場合、まあ、それがまあブーメランとなって、まあ、帰ってきてしまう可能性もございますので、まあ、そのあたりもまあ考えていただいた方がいいのかなと思います。なんか敵が大量にいますね。今ちょっと武装しておりませんので、とりあえず外に出て燃え尽きていただきますが、燃やされましたね。さて、あ、まだいますね。3体ゾンビがおりましたけども、ちょっと先にここを湧き潰ししておきますかね。まあ松明を設置するだけですが、あ、なんか結構広いですね。とりあえずパンを食べて体力を回復いたしますけども、あ、これいつからか分かりませんが、これ攻撃した際に出るこのハートマークというのは一応この敵の体力をこれだけ奪っているという表記なんですかね。まあ、別の攻撃力が高い武器を装備した場合に、なんかいっぱいいますね。このハートマークの数が変わるのかどうかちょっと検証が今のところできませんけども、なるべく
スピーディーに巻き潰しを、ああ、ちょっときついですね。ちょっと想定以上に洞窟が広いので、どうしようかな。とりあえず、洞窟の出入り口を封鎖して対応した方がいいですかね。では次のコメントご質問に移りますと、反ワクチンに関してでございますが、まあ、この反ワクチンがデマなどを流しておいて謝罪しないのが立ちが悪いとコメントいただいておりますけども、はい、おっしゃる通りだと思います。まあ、この打つ打たないというのは、まあ、自由だと思いますし、それはまあ自己責任でどうぞという、まあ、公約の話で終わるのかなと思いますが、まあ、ただですね、嘘をついて人様を騙そうとするというのは意味不明でございます。まあ、先日もワクチン接種に関連し女性が亡くなったとの情報に関し切り取りデマが SNS で流されておりましたが、まあ、厚労省が公表している情報を見る限り、まあ、どうもですね、この女性、糖尿病に体重110キロなどの持病があり、まあ、接種前から、ワクチンを打つ前から体調不良だったとされておりますので、まあ、さらにですね、肺の鬱血なども確認されており、まあ、こういった公表されている情報を見る限り、まあ、ワクチン動向というよりも、急性鬱血性心不全を発症していたように見えます。まあ、こちら、まあ、こういった、まあ、情報の流し方なども問題があるなと思いますし、反ワクチンの皆様ですね、まあ、ワクチンに副反応があるというのは、まあ、それはですね、事実でございますけども、まあ、そういったワクチンの副反応とコロナの重症化のリスクを比べた場合にですね、ワクチンのリスクの方が小さいのであれば、それを選んだ方がですね、全体のリスクが低下するはずでございますので、そのあたりの計算というか、リスク管理について、もう少し学ばれた方がいいんじゃないかと私は思っております。こんなところでしょうか。さらにですね、維新が自民、令和新選組が、共産党の補完勢力とのですね、コメントをいただいておりますけども、そうですね、まず維新に関しては、国会などの動きを見ますと、まあ、おかしな野党寄りの、まあ、ポピュリズム政党、大衆迎合政党のように見え、維新の利益になるような場合に、まあ、自民党側に、まあ、与党側に協力するようにも見えますので、まあ、補完勢力とまでは言えないのかなと思います。また、令和新選組に関しては、まあ、立憲民主党や共産党ですら受け皿になれないような、まあ、極左の陰謀論者の受け皿のように見えますので、まあ、こちらも共産党の補完勢力とは言えないのかなと思っております。最後に森かけ桜、また安保法制などで騒いでいた議員、まあ、特に謝罪などをしていない議員に関しては辞職してほしいとのコメントをいただいておりますけども、まあ、おっしゃる通りだと思いますが、まあ、結局安倍元首相は関係なく安保法制で徴兵されることもございませんでした。まあ、騒いでいた議員の皆様、まあ、すでにもう政治的に無能であると烙印が押されておりますので、まあ、選挙で国民が落選させた方が良い薬になるのではないかと思っております。こんなとこでしょうか。で、今ですね、マインクラフトにおいては砂からガラスを作って
拠点の窓にはめ始めておりますけども、このゲームですと、多分まだ窓枠というものが作れないですよね。ですので、この壁に直接窓を埋め込む形になりますが、開閉する窓みたいなものも今後追加されていくんですかね。まあ、とりあえず夜になりましたので一旦ベッドに入りますけども、まあ、やはりこのガラス板をはめますと、まあ、一気に、まあ、建物感というか窓感というか出てまいりますね。こちら次回以降はこの屋根の部分、まあ、屋根を単純に屋根を作るのか2階を作るのか、まあ、屋根を作る際に屋根裏部屋を作るのか、まあ、ちょっと検討をしてですね、作業を進めていきたいなと思います。では今回はこれくらいにいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。